ベルナール・バルニッシュは、フランスの元ラリードライバー、元レースドライバー。ランチやストラトスを借り、1976年と1977年に、ヨーロッパラリー選手権、1976年と1978年に、フランスラリー選手権を制覇した。また、ターマックのスペシャリストとしてツール・ド・コルスを6回制し、この異業は後に並んだディディエ・オリオールと共に最多勝。 記録である。チームシャルドネのランチアストラトス HF1967 年ラリーにデビューしたダルニッシュは、1970年アルピーヌルノーのワークスドライバーとなり、1972年フランスラリー選手権を初制覇。1973年に新設された世界ラリー選手権大会に参戦し、第16回ラリーモロッコに優勝。 第44回アルペンラリーで2位となり、アルピーヌルノーのコンストラクターズタイトル獲得に貢献した。1977年に創設された FIA カップラリードライバーズ選手権では3位となり、3年連続してドライバーズ選手権でトップ10位を果たした。またこの間、ルノーを離れると WRC においては1974年の コルスより1978年までフィアット、ランチアワークス、フランス国内ディーラーによる有力プライベーター、シャルドネチームと渡り歩きながら、フィアット124アバルトラリー、ランチアストラトス、フィアット131アバルトと、フランス国内中心の活動に泊まるも、最終的には1979年よりシャルドネへ、泊まり1975、1977、 1979、1980年の4回、ランチアストラトスで、ツールドフランスオートモビルで優勝している。ルマン24時間レースにも出場し、1978年ロンドン M378 で、総合9位。1979年には、ロンドン M379 で5位となった。1979年、ラリー・モンテカルロでは、年頭のツールドコルス前より、 ワークスチームと協力体制を敷いたチームシャルドネのランチやストラトスで劇的な逆転優勝を遂げた。支給された粗悪ガソリンによるキャブレーション不良に悩まされ、6分27秒遅れの6位で最終日を迎えたダルニッシュはマリオーリの徹夜による燃料系調整作業によりトラブルを克服。回せなかったエンジンも全開で回せるようになり10の SS すべてで トップタイムを叩き出し、最終 SS、チュリニ峠で首位のフォードエスコート1800ドビョルン、ワルデガルドを6秒差で逆転した。彼は、標高1600メートルのアルプスの雪と氷の、峠道で通常夜間を行われていた難所、チュリニ、峠ステージの最多勝利記録を保持している。いわゆる、長いナイフの夜で、ダルニッシュは10のイベントに勝利した。その後も、 WRC では1987年まで唯一得意とするコルスとモンテカルロでスポット参戦しており、シャルドネでランチやレイサンナナラリー、プライベーターとしてワークスで一時的に各社の手応えをつかんではアウディクアトロ、プジョ205ターボ16、メルセデスベンツ1 9 e 等で参戦していた。近年では地元、フランスでの TV、ラジオの自動車番組に ゲスト出演する傍ら、2010年秋に開催された、ランチやストラトス、コレクターズミーティングメンバーによる40周年、復興プロジェクトであるニューストラトスの、完成プレス向けイベントに招かれ試乗。ドライブフィール上のアドバイス等もしている。ありがとうございます。